千葉県東金市。天下人徳川家康に由来する多くの史跡の残る、歴史とともに発展してきた由緒ある町だが、未曾有の不景気、若者の県外流出、様々な事情を受け、この町は衰退を始めていた。しかし、そんな東金の未来を案じ、希望の光を灯そうとする少女たちがいた。いろんな事情が原因でなくなっちゃった日吉神社の夏祭り。楽しいお祭りを復活させるためにどうすればいいか。まずはみんなの意見を聞かせて。はい。はい、スバルちゃん、もう何か思いついたの？お祭り、やめよう。いきなりなんてこと言うの、スバルちゃん。今宵限り許せよ。そりゃえいやこらどっこいしょ、人の犬まに手の届くコストで夢のデザインを、そして一クラス上の快適性と安心感を、映画のような暮らしをあなたに。浪川不動産。普通の幸せなんて贅沢なものはない、大人になるほど夢の色は鮮やかじゃない。でもそんなこと。お祭り部解散。もうスバルちゃん、いきなり身も蓋もないこと言わないでよ。何の前置きもしなかったことだけは謝る。まあスバルの言いたいこともわからなくはないけどね。そもそもだけどさ、お祭り部って何？そこからなの？いやいや、そこからなのって。廊下で友達と話してたらいきなり私を担いでここへ連れ込んだんじゃない？そうだったっけ。いや、すっとぼけんな。はい、お祭りの話題が出ていたのでお祭り好きかと思って拉致しました。あっさり認めたね。なんだか人を担ぐのっておみこしみたいで楽しかったよ。無邪気な笑顔で何言い出してるのよこの子は。でもさ、
私もみのりから手伝ってって言われたから来たけど、これって本当にどういう部活なの？話せば長くなるんだけど。え、何？いきなり真っ暗になったけど？いや、何か始まったけど。 CM の間にイオナちゃんがやってくれました。うそー。さて、みんなも知っての通り、東金では毎年夏祭りが開かれていたの。縁日も出たりして楽しかったのは覚えてるよ。私もそう。それにこの町の夏祭りには東金囃子とか大きな山車が出たりとか、歴史的な伝統もたくさんあったの。だけど最近はこんな楽しくて伝統もある夏のお祭りなのに、お祭り自体をやらなくなっちゃった。でも私はお祭りがなくなった楽しくない町なんて耐えられない。だから私たちの若い力でお祭りを復活させて、みんなで楽しく遊びたい。それが私たちお祭り部なのです。目的はよくわかったよ。時々夕方のニュースで流れてくるエキセントリックニュース、本日の特集です。千葉県東金市で伝統行事の復活を目指す高校生に密着しました。みたいなものだと思えばいい？うん、そんな感じ。ピュアな振る舞いの高校生たちが一生懸命やれば絵になるし、そのうちマスコミが騒いで復活せざるを得なくなるかもって。いい方。でもさ、こんな状態でお祭りを再開しても人なんか来ないんじゃ。こんな時だからこそだよ。ヒャッホー、めちゃくちゃにしてやるぜ。くたばれザ子ども。だってさ、こんな不景気で頼みの綱の観光客も減った、明日が見えない町だよ。ちょっと、あ、ごめん、言い過ぎた。東金にお住まいの皆さん、本当すみません。とにかくこんな状況じゃ気がめいっている人だらけだから、お祭りをやってみんなで楽しんで明日への励みにしようってわけ。笑う角には福来たる。まずはみんなで笑うところから始めなきゃ。というかさっきからこのイメージ何？でもさ、みのりちゃんの言ってることも間違ってないと思うよ。いいよな。何よりお祭り楽しそうだし。ありがとう、イオナちゃん。まあそれもそっか、あたしもお祭り屋台で八角館の料理をアピールできたらいいなって思ってたし。そうだね、お祭りやれば駅前のいちご飴屋さんも喜ぶんじゃないかな。それじゃ具体的にはどうやってお祭りを復活させるかちゃんと考えよう。ありがとうみんな。具体的にはどうすればいいんだろう。町の人の署名を集めるにしたって、私たちだけじゃ集めるの大変だよね。成功法じゃ難しいかな。確かに私らだけじゃきついかも。大人の協力は仰いだ方がいいだろうね。イオナちゃん、何か思いついたの？うん、手っ取り早く地元の権力者をお金の力で買収しちゃおうよ。いや、発想が汚いよ。そうかな。ピュアな高校生はどこへ行ったのよ。これはさすがに。ねえみのり、いくらくらいいるのかな。こいつもダメだった。というか初っ端からいきなりなんて話してるのよ。そもそも私たち高校生なんだから、買収って言ったってそんなお金はどこにもないでしょ。いくら必要かな。ごめん、私が悪かったから。これ以上話をやばい方向に持っていかないで。お金で解決ってのもあんまりイメージ良くないかもよ。お金じゃない方法で権力者にすり寄れる方法か。権力者から離れて、お願いだから。
まあダーティーな方向でお祭りをやったって誰も楽しくなんかないよね。うん、喜ぶのは薄汚い権力者だけだし、もっと高校生らしいピュアな方向で行こうよ。金で声太った連中にこれ以上餌はやりたくないもんね。ピュアに行こうよ、ピュアに。言い方、これ以上二人を刺激するのはやめておこうよ。怖いから。お祭りをやらないって理由で市役所に立てこもり事件とかやめてよ。さすがにその発想は引くよ。暴力はダメ、もっと平和的にやらないと。メンバー集めで拉致をする連中にだけは言われたくないんだけど。とりあえず商工会に話を持っていこうよ。お父さんに紹介してもらえば話を聞いてもらえると思うから。本当に？私もお父さんとお母さんに何かいいアイデアがないか聞いてみるよ。私もできることなら何でも手伝う。ありがとう、みんな。これからよろしくね。それじゃ会議はここまでにして、せっかくだからどこかに寄っていかない？あ、賛成。今日は私も行こうかな。家の手伝いもないし。私こうやって寄り道するの初めて。それじゃゆりかちゃん、ピアンちゃん、イオナちゃん、あ、そうだ、せっかくだからスバルちゃんも。いや、スバルは？どうして東金市で開催される夏のお祭り、ヤッサ祭りに姿を現す都市伝説的な男の子で、ゆるキャラグランプリにも出場したヤッサくんがここにいるの？説明長てか、スバルはどこへ行ったの？帰った。千葉県東金市日吉神社の夏祭りを復活させるために結成された時金高校お祭り部。果たして実りたちは夏祭りを復活させることができるのか。あ、じゃあヤサ君も一緒に行く？行く。え、マジで？東金駅の自転車置き場、あの頃に君と僕がいたね。私の学校制服ください、ぼやいてスカートあげていたね。一緒に行ったシラクスも、君がバイトしてたジャスコも、この道とともに変わって、タイムカプセルを開けよう、記憶のおさらいしよう。あの感情は恋だった、タイムカプセルを開けよう、君がつけていた香り、アナ水の香水。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。